談チャンネルをご覧いただきありがとうございます。滝本仏光堂丹です。小林です。はい、小林さん、はい、今回もメールでのお問い合わせありがとうございました。先ほどよー質問続きますね。ありがたいですね、はい、皆さんよう見ていただいてありがとうございます。はい、はい、それでは早速、はい、お仏壇チャンネルの大ファンでありがとうございます。毎回動画配信楽しみにしています。ありがとうございます。私自身これまで仏教に関わることがほとんどなく、はい、でも仏壇チャンネルを見ているうちに、何か仏教に関われることをしてみたく思うようになりました。まあそういう方が増えるとね、ありがたい、やりがいがあります。そうですね、はいはい、何かこれをぜひというのがあれば教えてください、ね、あのまあ言うたら入り口みたいなもんですよね。そうですね、はい、いろいろちょっと考えたんですけど、はい、まあベタに写経なんていいんじゃないかと。写経、はい、はい、あのまあうちでも販売してるんですけどね、はい、般若心経の写経で、はい、これ一番上あの字書いてある部分がこれがまあ言ったら見本ですわね。般若心経、般若心経の、はい、でその後ろにあの書く紙がいっぱい入ってます、はいはい、白い紙が、ね、白い紙があります、はいはい、でそれを一枚ずつこう上に飾れてね、はい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 、書いていただく、なぞるような、なぞるような感じで、でもしうまくなってきたら横に置いて、うん、はい、自分で書いてみる、なるほど、っていう形でしていただいたらどうかなと。これはいいですね、はい、はい、でまあですので、まあ、今日は写経について、はい、ちょっとあの簡単にお話できたらなと。はいはい、はい、写経やったことあります？写経は残念ながらしたことない、ね、ないですよね、はい、まあ、僕もあんまりないんですけども、あの写経ってそもそもね、はい、あのまあ多分皆さんこの番組見てる人は大体わかると思うんですけど、まあ、お経を写すと、はい、まああのまあ、仏教におけるですね、経典を写すいわゆる写経、写経っていう形になります、うん、でその写経がいつ始まったかはいはいはい、というとあの、まあ、時代でいくとね、天武天皇の時代、天武天皇、ね、年数で言うと、ね、673年なんです。結構昔から、そうです、かなり昔なんです、はい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 、で673年言うたらですね、うん、あのいわゆる日本の教科書で習った大化の改新、大化の改新、うん、あれが645年なんです。645年で、まあ、あの645年というか、そのいる蘇我のイルカが暗殺されたのが645年で、はい、大化の改新は646年なんですけど、まあ、その辺はそれはまあいいとして、はいはいはい、それよりちょっと先の時代に始まったと、うん、はい、ちょっと後の、そうですね、あのちょっと後に始まったということです、はい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 、で、まあ、なんでまあ写経が始まったか、はい、と言いますと、うん、その昔はね、今と違って、うん、そのまあ、印刷技術がね、はい、発達する、今やったらコピー機あるでしょ、はい、でいっぱい刷れるんですけども、うん、昔はないので、うん、その仏教を広めるためになるほど書いて、はい、それを配ってた、はい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 、いうことです。広めるために写経だったんですね。で徐々に徐々に例えばその信仰であったりとか、うん、まあ、その供養の意味であったりとか、はい、っていうのがこう後からこうついてきて、はい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 、今の時代までこの写経が来てると。なるほどなるほど、なかなか長い時代来てる。発信はそこやったんですね。そうです。で今はね、特に、ええ、そのまあ般若心経、まあ、供養信仰っていうのもあるんですけども、うん、今はその学術的、例えばこれを勉強するとか、うん、はいはい、であとはもう書いて心を落ち着かせるとか、はいはい、まあ、ちょっと意味合いも全然変わってきたかなと、はい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 、現代は思いますね。より一層深いところまで、ね、はい、なってきたと、はいはいはい、ですね、はい、ちなみにね、今の般若心経を見せていただきましたけど、はい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 、これ以外にもあのお経っていろいろあると思うんですけど、そうですね、はい、あの宗派によってね、お経もいっぱいありますし、はい、ですので、まあ、メジャーなところがどうしても般若心経を写経、ね、まあ、するのがあるんですけれども、はい、もし例えばあの浄土宗さんであったりとか、うん、浄土真宗さん、まあ、いろんなご宗派ありますので、はい、そこのお経を書いても写経になるんです。お経を写しますので、はい、全てのお経当てはまります、はいはい、なので、はい、で最近はお経っていうこともありますし、うん、はい、仏さんをね、うん、こうなぞる写仏の絵ですね。そうです、絵をなぞる仏さんを写すとか、はいはい、写仏というのがありますので、それはそれで面白そうです。そうです、最近結構ね、増えてきてはるんで、そういうのもしていただくといいかなと。そうですね、素晴らしいですね、写経というのは素晴らしいと。素晴らしい、はい、やってみていただいてはいかがかなと。そうですね、あとはその、はい、その近くのお寺さんだったり、はい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 、たまに僕その掲示板とか見たりするんですけど、はいはいはい、その写経会とか、あ、そうだ、ありがたり、ね、やってるところもあるんで、はい、ですので、まあ、結構その、まあ、最初はちょっと緊張してあるかもわからないので、うん、ちょっと練習して、はい、まあ、ちょっといけるようになったら、ね、デビューしてもらってもね、ぜひぜひいいかなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい。